空いてきたな。木の実ばかりじゃお腹いっぱいにならないよ。お肉食べたいな。ん？何かいい匂いがするぞ。でもお肉なんてどうすればいいんだろう。お魚だったら釣りすればいいけど。なんだおみやは。いや、見れば見るほど若い頃の悟空そっくりだな。いや、あいつが言ってた特徴とも合っとるし。ってことはもしかしておみやが悟空の息子きゃ。うん、僕孫悟飯。ほんではやんじろべ、悟空のやつとは腐れ縁みてえなもんだな。いや、心に目つけられるとは、おみゃーも大変だな。や、いやな、俺もうブルマからよ、孫君の息子がさらわれて大変なのよ、助けてあげなさいよ、なんてガミガミ言われてまってよ、助けに来たってわけだや。でも迷ってまってな、全然おみゃーが見つからなくて困っとったとこだわ。もう帰ろうかと思ってたところだったから、おみやさん、ラッキーだったな。いや、うん、ここじゃ飯にも困るだがや。ええ、まあこの肉は俺の昼飯だからやれにゃけどな、俺が狩りを教えてやるでよ。あ、助けるってそういう。そりゃそうだ、おみやを連れ返したりしたらピッコロに殺されちまうでよ。とにかくそういうわけだ、狩りのコツはちゃんと教えるでよ。狩りのコツはこんなもんだぎゃ。そんじゃ早速実践だぎゃ。おみやには言う通り狩りをしてきてもらうでよ。鹿は果物のなってる木の近くにおるでよ。やじろべえさん、鹿をうまく捕まえたいなら後ろから近づけって言ってたな。よし、鹿に見つかったら逃げられちゃうぞ。うわ、すごい木だ。いや、鹿に見つからないように後ろから近づかないと。よし、ちゃんと全部捕まえたぞ。これなら大丈夫だわ。おめえなら一人でも生きていける。うん。帰っちゃうの？これでもよ。今神様んとこで修行してるんだわ。あんまり長いこと抜け出してると怒られるでよ。そろそろ一度戻らにゃならんのよ。そうだったんだ。そんじゃ元気でな。すごい人だったな。食べるものはなんとかなりそうだけど、早く帰りたいよ。